では次3番目ですね。用途に関する制限。えー、市街化区域。街の中の区域は必ず用途地域っていうのが定まっています。用途地域っていうのは、あの、住居なのか、工業なのか、商業なのかね。そういう地域が定まっています。で、建築基準法では、12種類の用途地域の中で、えー、建築物の用途を具体的に制限しています。つまり、えー、例えばですよ。住居地域には、あこう、 大型の工場が建てられないとかね。そういう制限があるんですね。で、一つの敷地が異なる二つの用途地域、例えば住居地域と商業地域っていうのにまたがってる場合、この場合には敷地の下半、面積が広い方の用途地域の制限を受けることになりますので、ここも覚えてください。米印、住居系の用途地域の中で建築物の用途に関する制限が最も厳しい地域は、 第一種低層住居専用地域。まあ、これは高級住宅街が該当しますね。えここにはですね、例えばあ、10階建てのマンションとか建てられません。第一種低層住居専用地域ですからね、えー。こういった地域は一番厳しい制限があるというふうに思ってください。二つ目、工業専用地域では住宅や学校は建設ができない。工業専用地域っていうのは当然これ工業のための地域ですから、 住宅とか学校は建設ができませんので、えー、このあたりも覚えてください。では次ちょっと計算ですね。ぺい率。ぺい率というのは、建築面積の敷地面積に対する割合です。ですから敷地面積分の建築面積。敷地の中の建築面積の割合を示したもの。これがぺい率になります。これまず計算式を覚えてください。で、えー、計算式を覚えていただいたら、 この憲兵率なんですけど、実は計算された憲兵率は、それで終わりじゃなくて、特定行政庁が指定する過度っこにある土地、これに関しては憲兵率にプラス10%されたものが適用されます。また、防火地域にある場合、これもプラス10%されます。過度っこにある土地で防火地域の場合は、プラス20%になりますよね。で、憲兵率が例えば今80%だったとしたら、 20%足したら100%になりますから、制限なく100%。つまり、敷地面積全部に建物を建てることができると。いうふうになるわけですね。はい、えー、これね、ぺい率が80%の地域で、防火地域内の対価建築物であれば、もうぺい率関係なく100%全部建てることができると。いうのはぜひ覚えておいてください。で、建築物の敷地がぺい率の異なる2つの地域に渡る場合、 検閉率、こっちが60%パー、こっちが80%パーとかいう場合ね。その場合には、これ、敷地の面積で、安分して計算します。200平米が60%パーだったら200、200×60%。足す、300平米の方が80%パーだったら、300平米 ×80% パー。で、それで全体で割ってもらうと。そうすると、敷地全体の検閉率を求めることができます。こんな風にして、計算。